に覗いてるわけではない。これが俺の仕事だからね。風邪ひくなよ。昼寝した後は冷えるからね。いける、いけるよ、いける、いける、お、あ、素晴らしい素晴らしい。こっちまで汗かいちゃったよ。気づかれたとしてもこっちは仕事だからいいんだけど。何にも悪いことしてないよ。おやすみ子猫ちゃん。俺キモ。別に覗いてるわけではない。これが俺の仕事だからね。風邪ひくなよ。昼寝した後は冷えるからね。むずみ、待て、いける、待て、いけるよ、いける、いける、待て、お、この部屋に出るなんていい度胸してるわ。素晴らしい素晴らしい。こっちまで汗かいちゃったよ。お、こっちもイケてるじゃん。しっ、気づかれたとしてもこっちは仕事だからいいんだけど。何にも悪いことしてないよ。おやすみ子猫ちゃん。俺キモ。念願でした。やったことなかったですね。動物の役を初めてやったかもしれなくて、振りかざす手が猫っぽい手になってたりとか、あの伸びをするシーンでちょっと猫を意識したりとか。私自身猫へのリスペクトがすごく強いので、猫になれて嬉しかったです。いや、やっぱり今までやったことのない、本当実験という名にふさわしい、どうなるんだろうっていう、全然こうイメージなかなか湧かないなっていう感じで入ったんですけど、やっぱその撮ったものがこう編集でその場でつながれていくのを見ると、あ、すげえ面白いなっていうか、もう新たなこうインスピレーションなんだな。映像でこういろいろクリエイティブする感じってのは、あ、なんか楽しかったですね。透明感があるというか、もう実際僕これお会いしてないで撮影してるので人柄までわからないんですけれども、素敵な方なんだろうなって思いました。矢切さんは本当にすごく幼い頃からお芝居されてきて、生きてる年数イコールお芝居をされてる年数イコールなるぐらいずっとお芝居されてきてると思うので、お芝居をやる上で大事にしていることとか、私も22歳なんですけど、22ぐらいの時にどんなことを考えてたかとか知りたいです。だから本当こう当たり前なことがまずできないとなって自分に思うし、習ってきたので、なんか本当どんな忙しくても台本をしっかり覚えて、あの現場に行きたいなってと思ってますね。まあ、当たり前のことなんですけどね、はい、ちょうど僕初舞台をやった時で、まだ
なんかこうキャリアとしては何年か経ってるんだけれども、自分としてもっとこうどうやったら演技上手くなるんだろうっていうことを今よりも多分もっとこう迷いながら考えてた時期なのかなって今思いました。はい、まあ、最近ちょっと料理にちょっとこうハマり始めて、いろいろこう習ってるんですけど、なんかお味噌作りにハマっちゃって、なんか発酵食品がなんかこう自分の体に合うんだなっていうことにこう気づいてから、撮影のロケ地とかでもちょっとこうバッグに入れてお味噌持ってくぐらい、あの今ハマってますね。大豆から、そうあと麹とか、あの塩混ぜて作るんですけど、作った自分の前味噌がハマってるものです。2つの動画が組み合わさって初めて本当の役柄が見えてくるという面白いコンセプトの動画になっております。ぜひ何度も見ていろんな角度から楽しんでいただけたら嬉しいです。ニコ&のアイテムもたくさん使っておりますので、そちらのコーディネートも注目してください。